37town.net 10周年を10回言ってください。37town.net 10周年、37town.net 10周年。37town.net 10周年。おめでとうございます。いや、そうじゃなくて。エンジョイパチンコライフ。はい、ピーマート TV をご覧の皆さん、こんにちは、ふみちんゲールです。はい、今日はみかど荻窪店さんにお邪魔しております。でですね、前回はちょっと大逆転ならずってことだったので、今日は大逆転できるように頑張っていきたいと思います。ということで今日はマイナス500枚からのスタートになります。はい、それでは残り500枚からの大逆転劇を皆様にお見せします。何打ちましょう。ちょっと全体的に回って決めていきます。お、ゴッドイーターがある。打ったことないんですけど、ちょっと一番今打ちたい台です。あ、すごいですよ、このデータとかもすごい良くていいですね。あ、なんか萌えコーナーがありますよ、すごい。あれ、菜の葉開いてます。一番最新台ですよね、菜の葉ちゃん、かわいい。そうですね、ゴッドイーター、さっきのが空いてればゴッドイーター打ちたいと思います。97回転からスタートのゴッドイーターを今から打ちたいと思います。頑張ります。はい、それではですね、山下さんのパチスロゴッドイーターを今から打っていきたいと思います。はい、いや、ずっと打ちたいと思ってた台なんですけど、ちょっと家の、ね、近くのホールさんでも全然満席で打てなかったので、ちょっと今日本当に初打ちになりますね。自分が当たってない時ってやっぱ人の台が気になるというね。ということで追加投資します。これで100枚ですね。500枚からの大逆転なるかな。お久しぶりです。何ですかそれ、おみくじ。お、ありがとうございます。あ、すいません、いただきます。差し入れもらいました。なんかおみくじが入ってるって、これは後から後小口的なもので見たいと思います。すいません、も下に、ごめんなさい。ですね、この動画がやっぱりまだ数回目とかだと思うので、ちょっと私の自己紹介的なのをさせてください。ふみちんゲールっていうのは某 CS 番組に出させてもらった時に最初はね、ふみっていう名前で活動してたんですけど、それではパチンコの方ではいろんなインパクトのあるお名前の方多いので、ちょっとインパクトなさすぎて覚えられないよって言われたので、その番組でちょっと負けたらその相手の対戦者の人にもうつけてもらった名前をつけて、ずっとそれからやっていくっていう、まあ、対決をしたわけですよ。で、まあ、見事にちょっと負けてしまい、解明バトルってことで、あ、スイカだということで解明をしていただいたんですけど、ふみちんゲールっていうのは本名のふみと私現役看護師なのでナイチンゲールの看護師のナイチンゲールをもじってふみちんゲールになりました。
なので皆さんフミチンゲール、ちょっと名前長いと思うので、結構ね皆さんからフミチンとかいろいろ名前あだ名つけていただいて、結構呼んでいただいているので、気軽にフミチンとかいろいろ呼んでください。あ、追加投資します。150枚。そう、フミチンゲールってなんて呼んだらいいのってよく言われるんですけど、全然本当に何とでも呼んでください。フミチンゲールでもいいし、フミチン、フミフミって呼ぶ方もいますし、もう本当に好きな名前でね呼んでくださいね。あー、フミチンチンはちょっと大下品ではないでしょうかね。でもちょっとねブログの検索ワードでいかがわしい検索ワードが入ってきちゃう時もありますね。切るとこ間違えたら大変ですからね。今の時代、私の今働いているところもそうなんですけど、ズボンタイプの看護師ばっかりなので、あとこの帽子もやっぱりもう今の時代ではつけなくなっているので、なんか、あ、ごめんなさい、追加投資します。一世代古い看護師の格好をしてるんですけど、でもそれでもやっぱ男性受けはこっちの方がいいので、ちょっとまあそういうのを期待ではないですけどね。うん、まあみんながこれを OK と言ってくれるんであれば、私はこのまま頑張って実践時はこれでいきますよ。ミネリン世代、ミネリン世代って何でしょうか。すいません、私全然分かんなくて。追加投資します。これでちょっと前兆とかもう一回来なかったりしたら、ちょっと大移動しようかなと考え中です。聴診器で設定が分かればいいんですけどね、ちょっと使ってみましょうか。ガオ、あー、そろそろ来るとこの子はおっしゃってます。なかなか聴診器使わないですね。お医者さんごっことかは皆さんよく言われますけど、本職の看護師からすると多分サラリーマンの方のスーツ姿みたいなもんで、普段しょっちゅう着てるもんだからあんまり燃えたりしないんですよね。お、チェリー、どちらかというとやっぱメイド服とか制服とかの方が私はいいかなと思います。勝手な意見ですけどね。追加投資します。どうしましょうね、このまま行くか迷う、本当に迷う。はい、皆さんあと200枚ですけど、ちょっとね違うノーマルとかに移動するのもありかなと考えたんですけど、このままちょっとね淡い期待をこう胸にして、ちょっとね全部こちらの台に貢ぐじゃないけど投資をしていこうかなと思っております。では追加投資します。結構一途なもので離れられないんですよ。これでねちょっと AT とか引けなかったら、このパチスロゴッドイーターに対する私の愛が足りなかったと思って、もっともっと愛情をこれからかけていきたいと思います。
もしね今日何も見せ場がなかったら本当にプライベートでしっかり打ってもういろいろ覚えてまたねもう一回挑戦したいなと思いますね。いやそんな弱気なことを今言ってますけどあとね当てたいので今から強気でいきます。じゃ次が投手します。本当にみんなが思ってるより食べると思います。昨日も起きて朝一カツ丼を食べに行きましたし今日も朝一カレーをねちょっと大盛り食べてちょっと胃がムカムカするけどすごい朝昼晩はやっぱり看護師としてもそうですけど健康のためにしっかり食べてます。栄養がつかないのか本当に食べても食べても太らないんですよね。あとイカ水だからかもしれません。私は食べ物はですねやっぱり温度ガツガツしちゃってますけど焼肉が大好きですね。本当に今はちょっと収まりましたけどもうお肉が食べたいと思ったら近くのね結構美味しい焼肉屋さんに週に3回ぐらいは通ってました。でもさすがにねそういうので偏った生活になるのでお魚を食べたりとかしてねあと野菜もしっかり食べて最近はね食生活そこまで偏ってはないと思います。はい、追加投資します。そろそろなんでしょうか。あ、まだ行かない。なんか赤オーラが出てきた。まだバトルに行かないですね。もっとモードアップしてほしい。なんだろう。お、ちょっと暑そうじゃないですか。お、あ、お腹すいたよ。私もお腹すいたよ。関係ない。やった、当たりいきました。よしよしよし。ここからですね。でも。383ゲームでとりあえず当たりを引きました。これから頑張っていきます。赤を狙え。なんだろう。どのキャラクターかによりますよね。わあ、衝撃態度3ですか。チェリー、お、どうだろう、いいかな。なんか追加。
だろう。お、バトル。あと5ゲームですよ。あと1崩壊してもらわないと。残念です。ちょっと1回だけ回してみます。ということで、すいません、また逆転ならずでした。はい、実戦終了です。ということで大逆転ならず、2回目なんですけど、皆さんすいません、大逆転お見せしたかったんですけど、とね、最後ゴッドイーターの方で AT の方を引かせていただいたんですけど、それがちょっとね上乗せもできず、そのまま40ゲームで終わってしまい、大逆転ならずでした。本当に残念です、すいません。いや次はねちょっと、まあ、大逆転したいなと思っております。ということでですね、あ、告知の前に1個だけやっていいですか。なんかさっきファンの方がくれた、なんかすごい可愛いこんなおみくじをもらったんですけど、まだ開けてなくて、後から開けようと思ってたんですけど、ちょっとまあこれで大吉だったら次は大逆転できるかなと期待して、今日じゃないことを祈って開けます。開けてから見よう。あ、やったー、出ました、大吉。今日はねちょっとダメだったけど、次回に期待したいと思います。ありがとうございます。はい、ということでですね、この動画が配信される頃には8月17日の日に三角大きくぼてんさん、こちらですね、新装開店されるそうなので、信頼とかもねどんどん入ってくると思うので、お盆明けですがね、皆さんぜひぜひお時間ある方はこちら荻窪駅からほんとすぐなので、皆さんお越しください、遊びに来てくださいね。ということでですね、今日は三角荻窪店さん初めて来店して打たせていただいたんですけど、本当にね結構スロットの方メインでちょっと見させていただいたんですけど、稼働も良くてですね、データもすごいいい台も多かったので、ちょっと皆さんね気になる方はぜひ P ワールドや三角荻窪店さんのホームページなど見られてください。ということで今日はちょっと大逆転なりませんでしたけど、次回頑張りたいと思いますので、応援の方またよろしくお願いします。ありがとうございました。ふみちんゲールでした。バイバイ。PTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 PTube ダウンロードしてね。